エントリーナンバー75番の川野夏実です。よろしくお願いします。がいっぱいあるんですけど、はい、これはどこで一番この中で一番の特技は何ですか？乗馬です。乗馬はどこでやってたんですか？動物園の隣にそういう乗馬ができるところが習い事の場所があって、そこで習わせていただきました。今もやってるんですか？はい、やってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンスは思い切り楽しんでやれたので良かったなって思いました。歌はすごい緊張しちゃって震えちゃったんですけど、皆さんに上手かったよって褒めていただいてすごい嬉しかったです。75番って思って、って思ってはいって返事したんですけど、あれって思って、私75番だっけなって思っちゃって、すごい確認して、もしかしたらこれは夢なんじゃないかなって思っちゃって、すごい、もう実感がまだ全然湧かなくてびっくりです。私はですね、結構人見知りが激しいので、そういうのをなくして、素のよく元気で明るいねって言われるので、その元気で明るくいくのと、あと見ている方々を笑顔に幸せにできたらいいなって思ってます。やっぱ高松ひとみさんみたいにセンターとかにもなってみたいなって思います。見たけど、でもでも変なこと言うけど、一回怒られてみたいなって、すごい本当に変なこと言っちゃうけど、なんでみんな緊張するんだろう。なんか、なんでだろう。そう、怒られる。でも、怒られるのわかるけど、怖いっていうのわかるけど、中1だよね。そう。はい、よろしくお願いします。牧野アナです。すごいストレートに言うけど、君たちの、最大の弱点、それはつまらないこと。パフォーマンスも発言も何の色もない。みんな一緒。自分の弱点もダメなところさえも武器にできるような、そういう強さとしたたかさがあって、何にも何気持ち小出しにしてんの？怒られるのは本当に変な言い方しかできないんですけど、嬉しい、言ってくれるっていうことは見てくれてるってことだから、嬉しいし、言ってもらえないと多分気づけてないこともあるから、気づいて直せるので嬉しいです。個人の反省は発言とかを誰かが言うまでできなかったから、積極性が足りないなって思ったので、これから直していきたいなと思いました。あと自分では全力でやってるつもりでも、相手にそれが伝わらないとダメなんだなっていうふうに分かったので、直していきたいと思います。あと人に
言われる前から自分たちで気づけるようなグループになりたいです。遅くなったのでいつも以上になんか歌詞の意味を考えながら歌えたかなって思ってます。なんだろう、自分では表現とかしてるつもりでも相手に伝わってなきゃできてないっていうことと同じなんだなっていうのをこの合宿で学べたので、自分が思っている以上に全力でやっていこうと思いました。毎日毎日少しずつでもやっていけば、なんだろう、実力っていうのかなんか身になると思うので、まずは毎日努力していきたいと思います。グループ名が歌詞に入ってるところとかがすごい、なんかもうすごい嬉しくて嬉しいです。絶対に頑張っていいデビュー曲にしたいします。川野夏実です。中学1年生13歳です。関東出身です。私は小さい頃からアイドルさんが大好きだったので、今日このオーディションに合格して見ている方をたくさん幸せにしていきたいです。よろしくお願いします。